霊仙うどん芸人稲葉と言います。みんなからは霊仙って呼ばれることが多いです。地上のうさぎとしてお師匠様が作った薬を売り歩いています。もしあなたも病気や怪我をしたなら薬を買いに来てくださいね。あと私の瞳は覗かないように注意してください。狂ってしまっても知りませんよ。